エナコリン。エナコさんだね。まあまあ似てますよね。エナコリンとケンキがいいんだ。まあ、いや違う。エナコリンいるけど。俺はエナコリンはいるけど。エナコリンは本当にいるんだ。引くわ。ガチなやめて。お前が言うなほんで。なんかお前だけは言うなそれ。俺もエナコエナコ言ってきたけどなんか引くわそこまで。自分で開けて守るのも強いな確かに。シックスレインボー。あれみたいで、一人一人説明していくとルートっていうのは、まあ、壁開けるキャラです。ケンキ、はい、ケンキね。ケンキじゃないです。これは名誉のために出しますけど僕がモデルでは一切ないです。あの本当モデル主人公、主人公モデルの一番かっこいいやつね。海外の人にモデリングをねするときにちょっと写真を送るんですけど僕の写真は一切送ってません。本当かな。いや本当です。もう皆さん資料を出してもいい、メールを メールを公開してもいい。本当かな。うん、でまあ壁とか床とか破壊できて、まあすげえ重要なキャラクターです。まあとりあえずこいつはもう必須だと思ってください一旦。はいはい、でギーで、はい、ギーでこれがドローンキャラで、まああの要は索敵を、そう、関さんです、これは。確かに。逃げるな。確かに、そう言われたらそうだな。言われたらそうだな、確かに。マジかよ。ありがとうな。嬉しいよ、俺。ゲームのキャラクターになれたね。めっちゃ嬉しいよ。これ、これ関さん使うしかなくなったじゃん。確かに。はい、ドローンを出して索敵できるってキャラですね。だから最初にこいつのドローン入れさせていくのが強いです。なるほど。で次ブリゲード、こいつはスモークキャラですね。設置とかしたりとか、まあ、あの逆に敵入ってくるときにこうそれでごまかしたりとか車線切ったりとかっていう能力です。信じる、うん、そう、そう、私はそうか、モーションかかしてない。確かに、そうか、確かに、全然信じる。確かにな、信じ早際来たんだけど、早際の問題なんですけど、これあのローポリカにあたりちょっとあの早際消えました。ゲームを少しでも軽くするにあたって消えました。そうなんです。なるほどね。もともとは結構ふさふさだったんですけど、かわいそう、うん、そうなんですよ、かわいそうなキャラなんです。で次がバラライカ、これあの毒ガス使えるキャラですね。かわいい、かわいい、エッチーな、シガレットボムっていうやつ使ってそのタバコ投げたら爆発して毒ガスになる。シャガさんだ。へぇ、シャガさん、まあ、タバコの部分、俺がタバコって本当に副流煙って思って本当に体に悪いしみんなにも迷惑かけるものだと思うんで、あ、まあ、そういう能力にしました。これだけのサポートって書いてあるっすよ。元気さんからタバコにフィルターが入ってねっすっ、ね、すいません、つけときます。じゃあつけときます。で最後リーファっていうキャラで、こいつはあの特殊あの瞬間移動ができるキャラです、うん、はい。ただちょっとさっきのテストプレイで若干不具合があってワンチャン飛べないかもしれません。なるほど。飛べない、飛べるキャラ、動力なし、まあ、飛べはしなかったね、はい、エナコリン、エナコリン、エナコさんだね。まあまあまあ似てますよね。エナコリンとケンキがいいんだ。いや違う違う、エナコリンとケンキがいいんだ。エナコリンはいるけど、エナコリンは本当にいるんだ。キャラクターモデルを作成してもらうのはだって人の顔を置くのが一番ベストなんですよ、こういうモデルでっていう。日本人ってキャラだったんで、日本人の女性で派手髪でってネットで僕が検索したんです。はいはいはい、なるほど。そう、じゃあ一番トップに出てきたんです。エナコリンが、なるほど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 。いや違うんです、ね、それはそういう意図じゃないんですよ、本当に。まあまあまあ、そう、そういうことにしましょう、はい、進めましょう、今日は。そういう違う、違うよね、っていうようなキャラクターでやらせてもらいます。違うってことね。そう、違うってこと、うん。うん、やめて、あるもん、あるちゃん、うん、やめて、うん、そういうのがあってもいいよね。まあいいと思う。素敵だよ、そういうの。令和やしな。素敵。うん、なんでもいいで。ちなみにキャラティアは多分一番低いです、今のところ。おお、そうなんだよ。はい。なんでだよ。自分が守りたいからだろ。あー、そういうこと。誰も使わせねえってことか。ルートで守るわ。ルートで守ろう。じゃあ、部屋作ります。はい、僕ちょっと部屋行ってきます。隠さなくていい？あ、大丈夫、パスワードは、
な。こいやいやいやパスワードえなこにしてやばいやろ。あれで言うけどなんか引くわガチなやめてんか。お前が言うなほんで。なんかお前だけは言うなそれ。俺もえなこ言ってきたけどなんか引くわそこまで。キャラまでキャラまでしちゃって。超えてる超えてるわ。パスワードにもしちゃって。あ、で、今回ちょっとチームはもう完全にちょっと俺が独断と偏見で決めたんですけど、チーム A がアルスちゃん、関さん、太陽くん、イナーノ、ダルマで、はい、チーム B がカルビ、シャカさん、ジャスパー、ナチョ、カナイになってます。以上、テストプレイで 7-0 だよ。一応ね、うん、言わないでよ、それ一人いなかったから。そう、ちょっとね、そうさっきね一応途中接続あるんで、まあ落ちるかもしれないですけど、途中接続あるんで。了解です、はい、HDD に入れてる場合は帰ってこれないですよね。そうだよ、いや、帰ってはこれってロードが時間かかっちゃうんで。HDD の人帰ってきてなかったけどな。あのケンさんのゲームをハードディスクに入れてるやつがいたらしい。なんかね、誰だろうな。そうだね、俺即決で SSD 開けたけどな。私もすぐ入れたけどな。あ、容量開けてまで入れたけどな。まあ、見逃してくれ。あれまたこれ激しいね。やっぱ大丈夫かな。また一人来れてないぞ。え、待って、データをロード中ってなってんだけど。あ、だ、あれ？あ、あれ？あ、うちのハイパードライブディスクですか。アルさん、さっき一線やって HDD に移動した？してない。失礼すぎだろ。入れ直すのやばいよ。でも入れてる。ここじゃない？ここで登る。あ、すごい。ごめん。壁誰かこれ壊せる？ケンケン。ケンケン。じゃあ俺がドロー入れるわ。ドロー入れる。で開けるよ。いやいや。ゴー。任せろ。ドロー入れる。行くぞ。あ、俺のドローより、おい、俺の早いじゃねえか、俺のドロー。おい、ドローより早いじゃねえか。なんなんだこのチーム。分かった、俺じゃ。入れる入れる。いない方見てくるわ。みんながいない方。これ一戦。来てた。通信でる。これ扉開けれるんだけど。え、何この階段やばい、ここ。待てって、大王。待てって。いや、いる。ロ。めっちゃピー出してる、ナイス。やだ。まだいる。ちょっとこれ、無限なんだけど、ドロー。ピーめっちゃ邪魔。ピーめっちゃ邪魔。二人いる、二人いる。あ、ピー邪魔、ごめん。二人いるわ。え、これドローンガチ無限なんだけど。あ、無限らしいっすよ。ちょっとそっちから、こっちから誰も行くのに。やばい。俺中入ろう、中入ろう。設置できない。私どこいる。まあ、任せろ、分かった。もうリーチ完璧な把握したから、俺の。ねえねえ、さっきのところいる。俺の脳内に大丈夫。敵のあれが残って入ってる今。誰も行くと、そこに二人いる。あ、ごめん違うわ。忘れた。ごめん忘れた。この部屋いるよ、正面の部屋。ここ設置部屋かな。一人結構入れてる。あ、なんだこれ。あ、草むらの裏か。草むらいるわ。これ結構入れてる。右で。相打ちなんだよね。相打ちないよね。おもろいやん。なんかうまいな。あれ一人消えてない。あれ怖いぐ。あれ？アルスさんだ。アルスさん。アルスさん大丈夫か？あ？あれ？アルスさんがいなくなった。完全に消えた？あれ VC から。VC からも。上がってきた。上がってきてない。あれ。あれじゃ再接続できそうかな。いや、あのね、VC もね、反応ない。VC もしちゃったかな。無理。もうカスタ死ぬ、カスタ死ぬ、カスタ死ぬ。カスタ死ぬ。あ、でもアグロ強い気がするの。いやいや、いける。帰ってきたか、アルスさん。結構固まってる。あ、ゲームが固まってる。あ、おかえり。声が分かってる。パソコン調子悪くて。大丈夫よ、大丈夫よ。ケンキさんに買ってもらおう。うん。やばい、重いね。上やばい、俺、上やばい。設置した。守ろう、設置。大好き。うん、マジで負けちゃった。シャカさんロー。データ
俺裏取るわ、裏取るわ、裏取る。やべ、ドローン来た。なにこれ。あ、しわやったわやったわやった。ナイス、ありがとう。来ちゃったやん。構えながら。ナイス。もう一人降りてきてる、もう一人降りてる、もう一人いる。この先にいる。扉を閉める。大丈夫、多分聞こえるよな。やった。これで。ファイル同じとこ。ナイス。のー。あ、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 解除された。ナイスじゃない？なんてことだ。なんやこれ。そういうこと？なるほどね。おい、おえ、落としたか？しなかった、しなかった。わかんない。絶対さ。あ？あ。あれ？あれ？アルスさんが。あれ？大丈夫か？なになに？大丈夫か？あれ？今。アルスさんがまたどっかいたか。画面真っ暗だよ。多分また落ちちゃってるかも。え、もう何も見えてない。あれ、テストプレイできてたのに。忍者解除いけるパターンのやつかこれ。ちょっと一回あの降参投票でゲーム強制で終わせれるんで、一回ちょっと降参投票してもらって、ちょっとやり直しますか。どこでやんの？エスケープをして。あれ、なんかできない。できない。あ、いける。倒せた。あ、オッケー。それちょっとじゃあ下にちょっと伝えてくるわ。ケンキさん、あのさ、一個、あ、後ででいいや。あ、オッケー。うん、俺たちめっちゃ負けたな。負けたやつは飲む。負けた感じだったわ今。なんかすごいね、嫌だね。なんかジャカさんの女体感めっちゃ強かった。シャカさんの女体感やめて。いやー、ちょっとそうしか見えなくなる。ちょっと確かに髪の毛長いか。いや、似てるよ、分け目一緒でしょこれ。おい、いいな、結構インスタされてんだな。あ、今ね、部屋ちょっと立て直してみました。了解。はい、天気さん、1個聞きたいんだけど、これ解除音って聞こえない？会場ね、現状ちょっと聞こえないバグが発生してるかもしれない。バグらしい。うん、バグだと思う。あー、バグね。バグ了解、バグ了解。そう、なんだバグか。本当に聞こえるんだね。俺もね、おかしいなと思ったんだよね。そんな言ってくれていいんだ。全然バグ、全然バグだよ。バグ了解。バグ了解。あー、そうなんだ。バグ発生しますよ。じゃあ何かと思ったらバグか。インディーなんでね、インディーなんで。でも、会場も聞こえないゲームもあるし。そうオッケー。ナイス。左で。めっちゃある、めっちゃある、戻る。ナイス。いいエモドンがなんかトレードキルがめっちゃうまい。これね、あ、待って、ここ穴開いてる。ダルマさんがいね。おぉ、ここ、ここピンピンピン。ピンピンいる。おい、強い。強っ、これ強っ。飛び出しつねー。30入れてる。上、2階ね。おっ。左。いやそこそこ、うん、そう。おお。TP あと2個残ってる。うわあ！あ、びっくりした。開いてんだよね、上が。そう、上開いてるんだよ。うまいこと、なんか作ってんの。これさ、自分で開けて守るのも強いな、確かに。そうね、遮蔽物、なんだろう、なくししたり、車線通せば。守れるもんね。シックス、レインボー、あれみたい。あ、レインボー。レインボー。レインボーですね。虹みたい。ミキさん、口癖やもんな。面白いゲームのこと。ね、まあ、レインボーはね、綺麗やもん。しゃあない、しゃあない、しゃあない。美しいもん。帰ってきた。どこ行くこれ。行くしかない。行ってみまーす。すげえ。うまい。あと9秒。え、なにどこへんの、わかんねえ。うまいこと相手が。おお、すげえ。うまい。これ防衛難しいな。防衛むずい。これ攻めゲーだった。攻めゲーだっただけか。俺らが強いんじゃなくて。うまい。でも今の相手壁はで隣の部屋つなげて広いところで守れるようにしてたな。ね、なんか多分その部屋でこもってダメだよね。ねえ、すごい仲良い。大丈夫かお前。この部屋でこもっちゃダメだよ。ダメだよね。いや、楽しすぎてよねそれ。そう、やばい。楽しすぎだろこれ。え、これどう攻める？相手壁ドカンでしょこれ。壁ドカンじゃない、もう。壁ドカンじゃね。一旦ここの壁ドカンするよ。やめてしんぞ相手。
さらにこれ上も行けるよ。でもドアどんで。壁ドカン。ここドローンもらえる。これ外から。置いて。設置して外から撃てばいいわ。ええ、置いて。出てくる、出てきた、出てきた外。出てこれんのかよ。出てこれるけど。これさ、もうここで見とけいいじゃん。めっちゃ上で置いてる。これどこまで出てこれんだこいつら。え、待って、これ当たんないの？え、なにこれ、抜けない。ちょっと待って、抜けない。抜けないのか。はっ、わ、逆だ。下下下下下下。これ外からだと撃てないのかも。あんまり。もう撃った今、外外。あ、めっちゃ出てくる。普通に出てこれんだ。ガラスは抜けないのか。はっはー、そこまでのね。おい、むつな。10秒。あ、やっぱり撃てない。お外出んの強くね。外強い。大きいよねこれ。ね、相手普通に出てこれるんだ。多分。あ、あら、なんてことだ。あれ、GG。交代とかではないんだ。あ、交代なしですか。まあまあ。じゃあちょっと上の方にタイミングで良きところで戻っていただいて。はい。はい。てか、ね、結局めちゃくちゃ引っ越し良かったっすわ。ね、ね。ね、結果ね。金ちゃんが一番喜んでる。あれ、なんかこれ、新パーツやばいし、これまた俺荒れるわと思いながら怒られると思ってた。よかったよかった。昔のやつ、思い出したよ、昔の記憶。いや、面白いぞ。いや、マジ面白い、面白い。マジ面白かったよ。いや、ほんまやでよかった、マジで。いやけど、みんな面白そうにゲームするプロだからね。言うな言うな。これ言っちゃダメだよ。あ、なんだ、面白かった。よかった、ありがとう。ちょっと10分後に Steam でリリースされて、はい、されます。なんで、ちょっとされますんで、よかったら視聴者さんも遊んでもらえたらなっていう、皆さんもちょっと遊んでもらえたらなっていうことで、いくらっすか、いくらっすか。なんとこのゲーム無料なんです。ここで無料の無料について触れる。そんなわけない、そんなわけない。違う違う違う、僕はもうあのね、これでゲームでもう来たなんて1円も持ってない。もう本当にもう僕はみんなに遊びたい、みんなにゲームで遊びたい、そう思って作ったんです。おい、高すぎやろ。本当は本当ちょっとだけお金返ってきたら嬉しい。ちょっとだけね。ちょっとだけでもいい。ちょっとだけね。なんか半分でもいい。半分でもいいから帰ってきてから嬉しい。なるほどね。ちょっと深い。5000万ね。5000万返ってきたら嬉しいね。ちょっと高い。なるほどね。結構高いな。ちょっとね、だいぶ高い買い物ではあったけど、まあ、そうなんですよ。課金要素はパック？パックとかっすね。あとは、今回は2週間だけなんですよ、サーバーが開くのが。あ、そうなんだ。そう、なんかちょっと、やっぱインディーゲームどうしても1ヶ月とかやると、その人減っちゃうじゃないですか、なんか。うん、だから、それ悲しいなと思って、2週間だけやるんで、まあみんな遊んでねって。で、2週間だったら3ヶ月間ちょっと開発期間みたいなのを入れようと思ってて。はいはいはい。そう、で、また2週間やってっていう、なんかタルコフのワイプの、なんか、うん、ワイプの調整時間とかなくて全然遊べないみたいなバージョンのイメージ。はいはい、はい、なるほどね。そうそうそう、どんどん面白くしていくと。そうそう、やっぱまあさすがにやっぱね、ずっとやってたらやっぱそれみんなバロやりてえよそりゃ。いや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 、そんなことないですよ。なに、俺は F やん。そんなことないよ。この機会だけでもちょっと。そんなことないよ。俺はもうプロジェクト F しかやらない。 F もいいよ。バロなんか捨てる。CRF 部門。言い過ぎだろ。カルビ、カルビはもう捨てた方がいいよ、お前もう。怖いもん、お前がバロなんて言ってて、コメントだ。もうやんない方がいいよ、お前は。今日からこれだ、みんな。うん。いや、そうなんです。いや、そうなんですよ。うん。なんで、ちょっと、うん、2週間だけやるんで。はい。あと SSD 入れといた方がいいっすよ。絶対よ、絶対よ。プロジェクト F は SSD よ。そうです、ちょっとすごい冷や汗かいたんだから。そうです。全然ロード始まんなくて、俺も書いてました。すごかったんだから。調整します。絶対 SSD よ。